いや、今回楽しみにしたのがこれなんですよ。赤いのね。なんかストロベリー味みたいでしょ。何味かわかんないですけども、レイレッドって書いてますね。まあ、これも、なんかクランチバー、プロテインが 20g 入っていて、お、すごいですね。で、砂糖が 2.4g なんで、かなり使えますね、これね。糖質、そう、20g もプロテイン入ってんだ、これ。すごい。じゃあ、これは 16g 入ってますね。うん、こっちのプロテインは、ああ、書いてる。3.4g プロテイン。3.4 か、これは。まあ、シュガーが 0.9 なんで、これもなかなかおやつにいいな、というところでございます。今回のデイレッド。これはね、20g もプロテイン入ってるんで、筋トレ前に食べていこうかと思います。山本くんも食べる？以上です。こんにちは。6月28日の朝、何時ぐらいだろう？ 9 時ぐらいですかね。昨日届いたプロテインを早速食べてみようかと思います。すごく気になってたこのパッケージのね、ピンク色の、なんと言いますかね、ストロベリーみたいな雰囲気のする、このレイレッドですか？これを食べてみようかと思うんですけど、これね、タンパク質が 20g 入ってるそうなんですよ。で、糖分が 2.4g ね。どんなもんなんでしょうか。ちょっと開けてみましょう。ガッと開けるとね、なんか楽しみですよね。開かないよね、これが。開かない。開かないよ。すごい開かないです。はい。おー、美味しそう。ほら、香りがね、ものすごくいいですね。なんていうんですかね。カフェとかでスイーツ頼むじゃないですか。それとかガストとかでパフェとか頼むでしょ。あんな感じの匂いしますね。これはね、いいね。で、体に悪そうな、この色使い。合成着色料満載みたいな感じがしますけども、まあ大丈夫でしょう。食べてみます。いただきます。うん、もちもちしています。カリッというよりももちもちです。このね、5層構造ぐらいになってるのかな。美味しいし、もちもちしてるんで、これ腹持ち良さそうですね。腹持ちは、うん、多分満腹になりますよ、これ1個食べたら。十分ダイエット効果がある。ポテトチップスだと1袋全部食べちゃうでしょ、勢いで。でもこれ1個食べたらもう十分って感じですよね。なんかダイエットにもいいそうなんだよ。で、こちらのこれブラックのコーヒー、うん、今日のカフェタイムはこれで十分ですね。うんうん、もういいわ。二口でもういい。これあと5個も取っときます。じゃあ以上です。ありがとうございました。